シアルブラザーズ。イン、サタンの部屋。よければ、モンストニュースまとめていくってやつね。さあ、というわけで今回も毎週恒例モンストニュースまとめやっていくぜ。なんと、獣神化回予想、ダブル的中、みんなマジでありがとう。モンストニュースの後にもう昨日動画のコメント欄にいっぱいお祝いコメントしてくれた人、みんな本当にありがとう、嬉しいぜ。いや、これは予想してる人にとっては、すごい嬉しいこと、ダブル的中、達成できたぜ、本当にみんなありがとう。まあ、ペリーもね、昨日の、動画って出すのすげえ遅かったから再生数はねあんまりなんだけども、ペリーの予想 PV 結構評判よくて、みんなも印象に残っとったんか知らんけども、まあすぐにね、うちのこと思ってくれた人多いんじゃないだろうか。もう本当にね、まあ嬉しい、みんなありがとう。もう今回ね、性能解説ね、後半とこで、PV 流すわ。 OK、 じゃあやっていこう。さあ、というわけでモンストニュースまとめていくぜ。まずは、ゴーデツ様降臨ということで、すごく大きくてなんかクールっぽいんだけど、名前2文字。で、この股間の部分が多分弱点なんだろうな。カーンって殴ったら多分泣きそう。さあ、こんな感じで3月12日土曜日、19時から降臨するぜ。お忘れなく、これもちょっと股間弱点っぽい弾がある。1個。で、バージョンアップデート情報ということで、ね、予想通りアップデートがあります。3月9日水曜日、まあ、0時から5時にあるんだけども、メンテナンスが。まあ、このアップデート今回なかなかいいんじゃないかな。まずね、ホーム画面がリニューアルということで、ホーム画面の一部デザインや、ルームなどのボタンの位置が変更されるらしいぜ。まあ、ルームが、下にドーンって降りてきて合体すると。で、それね、色分けされているから募集演出はどっちかわかるみたい。で、ルームってみんな使ってる？俺、なんか、全く使ってないんだよな。もうちょっとなんか気軽にポンって入れるものを想像してたんだけども、なんか全然使ってない。実装された初日しか使ってないわ。で、次、マルチの合言葉がホーム画面で設定可能に。いや、俺の見えるやん、これ。どうしよう。ちょっとやばいな。隠さなきゃいけないな、これ。まあ、どうなるかと言ったところで、次、モンスターボックスリニューアル1ということで、自動選択ボタンが強化素材、ラックに。まあ、どういうことかというと、現在、ここにある、まあ、強化素材、ラックの部分って、半分と、最大ってなってんだけども、今回から、強化素材とラックに変更されるぜ。で、今で言う最大が強化素材で、このラックというのは、ラックが上がるモンスターを自動選択してくれるボタンとなっているぜ。じゃあ半分ってどこに行くのっていうと、なんと、強化素材の獲得量が2倍になるから、まあ、それでええやろっていうアップデートとなっているぜ。だから、大成功がなくなるんだって。まあ、今のうちに見ておこう。ということで次、強化進化クエストで素材が集めやすくということで、まあ、右側にある通り、まあ、様々な、ね、アップデートによって、まあ、例えば消費スタミナが全て12とか、バトル数を減らしたりとか、そういう面で、クエストで、まあ、素材が集めやすくなるといったものになっているぜ。さあ、というわけでニュース外で発表されたアップデートが、なかなかやばいかな。それね、紹介していくぜ。まずよ、獲得できるオーブの合計数がストライカーナビで確認可能にということで、なんとまだ入手してないオーブがこうやって出るんだって。いや、これは、俺どれぐらいなんだろう。あんまり回収してないけども、これはちょっとね、わかりやすくていいのかな。いや、俺ストライカーナビ、俺まだ多分2、3回ぐらいしか開いてない。いや、存在すら忘れてるわ。まあ、こんな感じで出ます。出撃前でもデッキ編成がスムーズに行えるように。いや、これはなかなかいいんじゃない？まあ、直でいけるようになるんだけども、それプラス、デッキに編成してるモンスターの詳細が確認できるように。これは、見やすくていいね。一個ずつ見なくていいから、そういうことだな。一気に見れると。で、あとやっぱ、なんかコネクトスキル関連でもうちょっとこういう風に分かりやすくしてほしいよな。これからどんどん獣神化回が増えると考えると、マジで選びづらいな、編成のやつ。ほんと大変だわ、なんとかして。で、これがマジでやばい。追憶の書庫で、絶球が選べレベルで、金玉ね、金卵を2倍に対象になると。いや、これ、ニュースで言えば、なかなかやばいぞ。もう今のうちね、作ってない人は作った方がいいと思うぜ。いやー、ほんとにね、これはびっくり。さあ、というわけで次は、劇獣神祭新限定ポラリスということで、まあ、劇獣神祭新限定やってきたし、ね、やっぱ貴族性だわ。これは水豪絶に
ハマりそう、さっきのサマちゃん、まあ、この子がね、あのサマの下の部分をカーンってやるんかもしれんけども、こんな感じで追加されます。後ろの人すごく強そう。3月5日土曜日12時から3月8日火曜日11時59分まで、予想よりもさらに早い5日、これは3月後半コラボの可能性がね、ガチャあり、普通のガチャありコラボの可能性がすげえ高まった。いや、オーブ貯めといた方がいいと思うけど、まあ、この子も相当誘惑してくると、ね、これがま、重心化、新生ポラリスの方、まあ、見ていきますか。反射&ゲージスピード型、ガイド、アビリティ超マインスイーパー、アンチ減速壁、水属性耐性超 SA スターンアクセル、ゲージでアンチブロック、水属性キラー、ストライクショットがターン16プラス8、スピードとパワーがアップ&自身と触れた味方の減速率を一定期間緩和する友情コンボ、棒スピアップ、超絶爆発となっているぜ。まあ、見ていくと超マインスイーパー、水属性キラーによって、まあ、ある程度の火力は保証されている。まあ、元々の攻撃力わからんし、まあ、スピード型というとこもあるしな。で、超スピード型、棒スピアップで、この SS、自分と味方の減速率を一定期間緩和することによって、結構ね、自身も味方もスピードを出していけんのかなと、適正で言うと、27の国、あそこでまあ艦隊とかまあね、組み込んでいくと、まあ、棒スピアップと超絶爆発によって、まあ、自分もね、発動させて、ドドドンってね、結構な、まあ、スピード出して、最終的にガガーンってハマったりもできると。で、他見ていくと、まあ、水属性耐性と棒スピアップによって、まあ、耐性部分も優秀ね、防御面も優秀。超 SS ターンアクセルによって、ね、この SS がまあ、早く撃てるといったところになっているのかな。さあ、というわけで、まあ、確認してみたけども、やっぱりこの時点では、ザドキエルが結構主張してくるよな。まあ、水ゴーデスにはめてくるんか。その場合、まあ、アンチブロック超マインスイーパー、まあ、飛行も入れてね、反射で考えてみると、まあ、やっぱり仮面ライダーがパッて頭に浮かぶよな。まあ、地雷を強調すればいいんだけども、まあ、結構広めだな。アンチブロック、アンチ減速壁で考えてみると、まあ、反射でね、考えてみると、これ結構いい感じかな。どうなんだろうか。まあ、そういったところで。で、この子、これもいいんだけど、こっちがね、すごく面白いかなと。極性ポラリスさん見ていこう。さあ、というわけで見ていくと、貫通&ゲージ砲撃型、友情コンボクリティカル、超アンチ重力バリア、超アンチウィンドウ、カウンターキラー、友情ブースト M、ゲージでアンチブロック、超エステスタン短縮。ストライクショットがターン12プラス8、触れた最初の敵を乱打し反撃モードになる。友情コンボがツイン反射レーザー EL4、ツインリバース反射レーザー EL4 となっているぜ。まあ、パッと見すぐにわかるのが、ね、カウンターキラーと友情ブースト M、砲撃型ユークリの、まあ、友情ね、とんでもない威力出せますよっていうキャラクターになっているぜ。まあ、さらに SS で乱打して反撃モードで、まあ、張り付いてバーンってね、ダメージも出していける。まあ、超アンチ重力バリア、超アンチウィンドね、ダブル超のこのスピードアップ系で、まあ、スピードも出せるといったところだよな。まあ、12ターンと8で20ターンの SS ね、超 SS ターン短縮で打てるから、そこも結構優秀だな。まあ、これ、面白いキャラクターとなっているのと、まあ、この友情コンボって結構扱いづらい感じはあるんだけども、まあ、それでも結構火力出そうだから、まあ、どうなるとか、使ってみないと難しいところではあるよな。まあ、こいつも何かしら水ゴーデスにはめてくる可能性は十分あると、ちょっと考えてると動画長くなるからね、そこが飛ばすけども。さあ、というわけでまあ説明してきたけども、引くべきかどうかというところだよな。水ゴーデスにね、しっかりと備えていきたいかどうかってところが、まあ、引くべきかのポイントだよな。まあ、本当によ、コラボとか期間限定ではないから、まあ、今後も入手できる、そういうこともね、ちゃんと考えていった方がいいと思うぜ。まあ、劇獣神祭、アナスタシア、エビス、機長とか、これにね、この子が入って考えると、まあ、結構ね、劇獣神祭ですごいのかなというふうに今思うよな。まあ、本当にね、まあ、今後も弾けるから、それも考えた方がいいと思うぜ。さあ、今回も、ね、このストライクショットのボイス、交換あるからお忘れなく。重心が何本まとまりました。まずはこちらのペペをご覧ください。急に海になったぞ。我が国の武力は世界のためにあるな。おい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 、ちょっと待って、危ない危ない危ない。
はい、どういうことだ、ペンリンどうせんかな、どういうことじゃねえ。なんなの、ハルコは何を怒らしたの、本当に。まあ、ということでね、まあ、俺がもう PV 用意したわ。まあ、性能見ていきますか。さあ、というわけで、まあ、見ていくんだけども、まあ、この人、貫通タイプで、超アンチダメージオール、飛行、超アンチワープといった、まあ、飛行だけどもね、3種類のギミックに、対応していて、超アンチダメージオールの超アンチワープで、バイタルキラーってね、まあ、攻撃力上げれるアビリティが、まあ、豊富についていて、まあ、もともとの攻撃力はわからんけども、まあ、ある程度出せますよと、それだけではなくて、スピードモードもついていて、まあ、スピードもね、結構保証されている。まあ、さらに言うと砲撃型でゆっくり、この友情コンボ超絶分裂貫通衝撃やスリーとかね、結構火力出せるし、まあ状態上回復ブラストもついている、状態上も直せるといったものになっているぜ。で、まあ結構ね、いい感じにバランスよくもらってんだけども、すごい欠点があって、この SS だよな、 SS ターン20プラス8、すげえ重いで、ダメージオールに触れるごとにパワーがアップということで、このダメドンもね、結構出せるんだけども、まあ、状況限られてる。しかも貫通タイプということで、まあ、申し訳ない、貫通タイプの使用感がちょっと難しいんだけど、まあ、そういうような SS ですごい時間かかる。HP50% 未満で、まあ、2ターンじゃねえか。いや、なかなかちょっとよ、これをうまく使って SS 早く打たせようっていうのは難しいよな。SS 短縮で良かった気もするけど、ちょっとそうすると、なかなかね、結構上がってしまう感じあんのかな。いや、だけどダメージウォールドンだもんな。まあちょっと難しいとこあんだけど、まあこうないので、一個ぶっ込んで、ラストでね、まあ、大幅にドドーンってね、ボスを削ってくれる。まあそういう動きはしてくれるということで、まあ悪くないよね。全然まあいい感じの重心化かなと言ったところとなっているぜ。次、重心化回、ジークフリート。なんとこっちも当たりました。いや、これは嬉しい。本当に。重心化ダブル的中ということで、見ていくんだけども、さあ、というわけで見ていくと、まあ、この人、トリプルアンチで超アンチ減速仮面もらっていて、そこもいいし、超バランス型とかと、まあね、SS が超 SS 弾短縮で早く打てると、なんかこのターン数で超 SS 弾短縮、本当いい感じだわ。さらによ、まあ、源流封じ EL とか、まあ、耐性面もあり、すごく尖っている。だからまあ、普通にね、高難易度でも全然活躍できるところはあるんだけども、まあ、ふと思ったのが、この友情コンボね、このツインワンウェイレーザー EL と、それに超バランス型、源流封じ EL ということで、これ光の神殿もしかしてワンパンできる可能性がある？それができるんであれば、またね、全然変わってくるかなと言ったところだぜ。まあ、いい感じの重心化回かなと、まあ、発動条件ね、コネスキの発動条件350。この人は確か、もともとが300だったから、まあどう変わるか知らんけども、350を、まあ達成できる味方を、つければいいのかなと、すげえなんかキリトがいい感じの相棒になりそうだな。さあ、というわけで次はモンストニュース3月10日木曜日。まあここでね、次のコラボが発表されるかもしんないというふうになっているぜ。さあ次ね、ラッキーモンスターこんな感じになります。アペオ。さあというわけで、モンスト選べるグッズの人気投票結果が出たから、それを一緒に確認していくぜ。いや、マジで来たぜ、本当に。今回ね、別チャンネルの方で、まあ、ハルコに投票するって動画を、まあ、出したんだけども、まあ、それでね、皆さんも好きなモンスターに投票してはいかがでしょうかってもらったんだけども、今回はハルコ、グッズができた場合、去年のアクリルキーホルダーが全モンスター、グッズ化したから、まあ、2回目のチャンスなのよ。で、なった場合は、こんな感じで T シャツにハンドタオル、タペストリーと、この3種類グッズ化すると、これはマジで熱いぜ。まあ、俺自体はモンストのグッズに興味ないんだけど、今回ばかりは本当にもうそれはもう別。これはもう興味ありありよ。さあ、というわけで、まあ見ていきますか。さあ、というわけでやってきたぜ。なんかちょっと見えるから一旦隠しますか。さあ、どうなっているのか。運営しっかりとね、運営が得する人気キャラクターばっかじゃなくて、みんなの投票結果を生かしているのかってとこなんだけども、まあ読む限りね、結構しっかりやってくれてるみたい。まあ、本当に1、2年間、まあ、ハルコというキャラクターとかね、他にもいっぱいいるんだけど、そのモンスターたちを、まあ、結構動画に出して、まあ、認知度をね、上げてきたと思っているから、その成果が出ているのか、人気キャラに選ばれたのか、見ていこう。さあ、まずね、ちょっと見ていくけど、ああ、もう結構すぐ見えちゃう感じね、これ。なんか、非属性、この雰囲気見ると、全然、ハルコ選ばれててもおかしくないよな。それ、ハルコに失礼か。うわ、これ、一気にじゃあ見ていく？水属性。いきますか。
うわー、マジ緊張する。いやでも絶対選ばれて、本当に頼む、グッズ欲しい。いくよ、3、2、1、しゃー。いいからそこに並べ、俺が野球をしてやるからよ。夜勤がかわいい。契約完了。勝手に契約すんじゃねえよ。今宵もご来場サンキューな。よかったら評価頼むぜ。まだ次の夜会で待ってるぜ。夜勤って仕方ねえ。